さあ、では、そんな雪不足の状況ではありますけども、まあ、ここ、湯沢に拠点して、いろんなところの雪情報を毎日チェックしている私たちから、じゃあどこのスキー場がおすすめかっていうのを今調べましたので、ご紹介していきたいと思います。基本的には、積雪量がま、十分あるところっていうのを中心に選んでみました。まず一つ目、シャルマン日打ちスキー場ですね。これね、 日本海側にある新潟県のスキー場なんですけども、もうね、ものすごい雪が降るスキー場で有名な山です。今ね、現時点だと130センチ、えー、積雪があるそうです。まず一つ目がシャルマン火打ちスキー場。二つ目が、えー、これ群馬エリア、丸沼高原スキー場。ここすごい。積雪165センチって観測されています。ここも標高の高い山だし、ちょうどね、 えと雪雲の通り道にある雪山なので、いつもねコンスタントに、えー、積雪のある山だとは思うんですけども、やっぱりこういう雪不足の時にも、ぐっとポテンシャルを発揮する、165センチ、十分ありますね、それから、えー、今度は、ね、長野方面になりますけども、栂池高原スキー場、ここが140センチ、を十分ある、もちろんこれ、例年にしてみると少ない方ですけどね、えー、今年の中ではかなりありますね。それから白馬八方根スキー場 120センチあやっっぱぱねここもいっぱい雪が降る山ですすあります野沢温泉スキー場、僕たち大好き、僕たち家族大好きなスキー場ですけども、野沢温泉110センチ、まあまあある方です、山びこエリアなので、ちょっと上の方に行った方のあの積雪量かもしれないですね、でも十分あるかと思います。 それから先日、池さん行ってきました竜王スキーパークあの野沢温泉のすぐ向かいと言いますか隣と言いますかご近所さんなんですけどもここも1 1 0センチ実際僕そこ滑ってきて同じくロープウイアがあった上のエリアっていうのは十分な積雪があってさらにものすごく雪質がいいです非常に軽くて滑りやすい雪が十分積もっているので竜王スキーパークなんかも あのご家族で行かれてもね絶対楽しめるスキー場だと思いますそれからね妙高杉の原スキー場妙高エリアですね、えー、さっきの津賀池も十分あったのでここも期待できると思うんですが9 5センチまあ全然少ないんですけどもこれでもねまだある方じゃないかなと思います池の平スキー場ですね池べーっていうキャラクターがいるところですがこちらも 90cm ここもすごいパウダーで有名なゲレンデですが今9 0センチありますあとと意外なところで御嶽 2240スキー場っていうのかな御嶽スキー場ですねここはね9 0センチそれから志賀高原スキー場スキーヤーのメッカここも9 0ンチ。あもう一回ね群馬に戻ります尾瀬岩倉スキー場8 0センチといった感じでまあ積雪順に紹介してみましたがここ湯沢エリアの他にもまあ十分積雪のあるところ妙高エリアそれから 白馬エリアでねいくつか紹介させてもらいましたのでなるべく、えー、雪のあるゲレンデに行って楽しんでみてはいかがかと思います大事なのは今年雪が少ないからスキースノーボードやめようぜとかってそんなことを言わないでくださいそうは言っても冬にしか遊べないスポーツなので、えー、雪は少ないですけども各ゲレンデ一生懸命努力してみんなが滑れるようになんとかねゲレンデをね整備しています なので、ぜひここ、湯沢エリアもしっかりなんですけども、皆さん週末はスキーに来てください。スキーに行ってください。そして、この冬のスキー、スノーボードをね、みんなで一緒に盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来て、みんなでこ,とこの冬のスキー、スノーボードも楽しみましょう。 というわけで、湯沢町2拠点生活を始めた池さんから、地元から発信するスキー場情報でした。それではまた、おしゃべりコンテンツ撮ってみたいと思いますので、お楽しみに。バイ。